開催する北海道最大のファッションイベント、札幌コレクション。今回は総勢30組50人以上が出演と過去最大のスケール。今夜はそんな札幌コレクションを100倍楽しめる方法をお届けします。何考えてるんですか、この最中。真っ白。どうやったら服を綺麗に見せれるかなとか、最後だけちょっとクロスさせてみたいな、なんかそういうちょっとしたテクニックで全然変わるんですよ。言ってった方がいいよ。サツコレ出演の大人気モデル、ミキさん、藤井幸さんがサツコレの魅力や裏側を語る。そして、ミキさんによる華麗なランウェイも披露。かわいい。さらに、モデルのプライベートを NG なしで聞いてしまいます。はい、え嘘でしょ。あ、待つ、あ、待って、ちょっと待って、ちょっと。なんかその、一緒に歩く彼氏ってなるとってこと。うん、絶対やだ。絶対逆に、今、安い居酒屋ありだなって思います。何があったの。また、人気モデルから視聴者の皆さんへコメントも。開催直前、サツコレトリセツ TV、サツコレを100倍楽しむ方法。この番組はライブだから応援したくなるミクチャの提供でお送りいたします。サツコレトリセツ TV、 サツコレを100倍楽しむ方法。さあ始まりました。これを見れば札幌コレクションが100倍楽しめるサツコレトリセツ TV 札幌コレクション、今年は11月9日火曜日のオンラインでの開催となります。そこで今夜は札幌コレクション、いわゆるサツコレの楽しみ方を30分にわたりたっぷりお届けしたいと思います。申し遅れました。私、北海道が生んだ自称おしゃれどさんこ、平成のぶしこぶし得意です。よろしくお願いします。ずっとドッキリなんじゃないかなと思ってドッキリじゃないんですよね。いつなんかバーンって言うのかなと思ったんですけど、ちょっとね、おしゃれな MC やってきますんで、よろしくお願いします。さあ、そして、はい、今回サブ MC を務めさせていただきます西野彩です。私は今現在インフルエンサーの活動を中心として、はい、声優や演者などにも挑戦させていただいております。そして徳井さん、はいはい、今回のサツコレの、当日の模様がライブ配信アプリのミクチャで無料配信されることになっているそうです。そういうことですよね、はい、今夜はこのスタジオに当日サツコレに出演していただくスペシャルゲスト、モデルのニキさんと藤井幸さん来てくれてます。よろしくお願いします。人気モデルのニキさん、藤井幸さんの2人、プライベートでも仲がいいそうですよ。どうですか、お二人ともドッキリだなって疑ってました。いや、疑ってないですよ。疑ってないですか。俺だけか。真面目に取り組んでます。どうですか、もう今日ももうモデル全開ということですよね。モデル全開ですか。なかなか、なかなか街角で見ない服ですよ。もう、あのスタイリストさんがおしゃれに。なるほど。お互いはどうなんですか。めっちゃ仲良いですよ。プライベートでもすごく合います。何するんですか。ご飯食べたり、お家とかもミキの家に行って、はい、ご飯するっていう感じで。ミキの家でご飯するは何を食べるんですか。何を。何を。何を。結構あのカプレーゼとか。カプレーゼ好きなんで。何カプレーゼ。あのチーズとトマトとバジルの、あ、イタリアンとかの、あの前菜。そんなかっこいい呼び方すんの。知ってますよね。トマトチーズのやつでしょ。トマトチーズ、トマトチーズ、トマトチーズでバジル乗っかってるやつ、はい、あれ知ってた。カプレーゼっていうの知ってる。知ってました。知ってるちなみにこのサツコレ何回か出たことあるんですよね。あります。どうですか。そうですね、毎回楽しいんですけど、あの前回協会で行われたんですけど、それが結構、まあ、新鮮で、ね、ちょっと緊張しちゃいました私。いつもと違った雰囲気でしたし、あと教会が本当に素敵だったんですよ。なので圧倒されちゃいましたね。そしてサツコレの魅力を紹介していただきます、クリエイティブディレクターの藤井萌恵さん、よろしくお願いします。なんとね、藤井が2人いるという。藤井さんって言うとちょっとハッと2人とも振り向いちゃう。そうですね、話しちゃいます。
さらにライバーからもこちらの2人が参加。北海道なんですか。はい、北海道のキュートン市、キュートンシンガール。全部違ってると思う。キュートンシンガール。はい。あらあら、じゃあ本当立ちたいとこだね。うん。ことエリナです。はい、普段は札幌の大学生として、ファッションショーのイベントに出演したり、ライバーでとして配信活動しております。よろしくお願いします。はい。私は北海道道南ユニッツの大道芸パフォーマンスチームおどけ箱に所属している萌子って言います。被写体モデルとかあとライバー活動しています。よろしくお願いします。大道芸なんとか気になってしょうがない。さっきね、楽屋挨拶、はい、北海道の函館から来ました。ラッキーピエロで働いてたんですね。ラッキーピエロで働いてました。ラッキーピエロ知らないでしょ。ラッキーピエロ知らない。知らないんだ。びっくりだね。めっちゃ有名なハンバーガー屋さんがあって、でも函館だけなんでね。函館だけに十何店舗あって。そうです。知らない人絶対いないよね。函館で知らない人はいないですね。いない。そこに昔のぶしこぶしとロケに行った時に店員さんで働いてたんだ。さあ、それでは西野さん、今夜のラインナップを教えてください。はい、こちらになります。うん、こちらが3つあるということですね。ここがすごいよ、札っこれ2021。よいしょ。さあ、それでは詳しい情報を藤井萌さん教えてください。はい、総勢30組以上出演、今回ミクチャーで独占配信となっております。でちなみに前回2021年5月のオンライン配信は札幌市の宮の森フランセス教会で行ったことも話題となりました。これ先ほどおっしゃってたやつですか、はい、ってことですよね。へえ。教会で開催されたことも話題になった前回の札幌コレクション、モデルの2人にとってもいつもとは違っていたそうで。違います、教会と普段のわーわーっていう感じの。全然違いますね。違う、全然違って、階段もすごい、ダンス